はーい、おはようございます。沖縄大ばでございます。はーい、パナシャンですね、パナシャン。はい、かわいいですね。はい、こっち向いてください。おー、かわいいですね。はい、おケツが上がってますね、パナシャンのね。はい、えー、皆さん、こんにちは。おはようございます。沖縄大ばです。はい、えーとですね、面白いニュースが入ってました。はい、えー、駅ですね、駅。はい、駅のお話でございます。はい、なんとね、駅のね、 あのー、ぐーん、ぐーんとね、えー、背伸びするぐーんでございますね。はい。えー、そのね、ぐーんのね、小、えー、の高校さんたち。はい、えー。お怒りみたいですね。かなり。はい。えー、誰にお怒りかというと、あの、T シャツのゼでございます。T シャツのゼ。はい。T シャツのゼにお怒っていてね。でね、えー、なんと、 おおお星様計画があるみたいですね。笑い事じゃないですけど、はい。お星様計画でございます。T シャツのゼお星様計画。はい。 え、どうなんでしょうかこういうものがね、表に出てきたとなるとね、全もね、おちおちね、ぶってられないと思う、思いますよ。まあ、どっちにしろね、あの、あっち側にとっては税とかね、いくらね、こう、おだててね、使ってても、使い捨ての駒ですから。 はい。まあそういうことです。はい。えー、ぬっぽんのね、えー、いろんなね、はい。いろんなね、えー、ぬっぽんのあれもね、えー、使い捨ての駒だと思いますよ、私ね。えー、なのでね、皆さんね、はい、あのー、 ね、皆さんっていうかね、えー、なんていうのかな、リーのダーの皆さん、まあ見てはいませんでしょうけどね、リーのダーの皆さんね、えー、どうぞね、その点をね、よく考えた方がよろしいですよ。はい、えー、国の民民の方をね、向いてないとね、えー、そういうことになりますよっていういい例だと思います。はい、えー、多分ね、えー、向こう側はね、え税、ー、のことを守っちゃくれないと思いますよ。 はい。そういうことですね。向こう側はもうどうでもいいですからね。使い捨てですからね。はい。えー、そういうことでございます。そして、そしてね、えー、今までね、えー、ゼはね、えー、まあ、エケの人たちに対してね、悪いことをね、いっぱいやってきましたけど、そういうことの、いわゆるね、因果応報ということなんでしょうかね。こちら。はい。えー、なんかね、えー、エケのね、エケの少々のぐんぐん はね、えー、アンにね、アンにお星様にしちゃおうというね計画を練っているそうです。はい、ちょっとね、えー、面白いですよね。こういうことがね出てくるんですよね。はい、まあね、えー、世界のねリーのダーダーはねどうぞ考えてくださいということですね。えー、民をね。 民を大事にしないといけませんよっていうことです。はい。えー、まあね、報いが来ますからということですね。はい。こちらね、えー、ぺったんこしておきますので、どうぞ皆さん見に行ってください。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あーい、ポなシャ。かわいいお顔を見してください。あー、かわいいんでちゅね。ねえ。はーい。